数字がもう本当なんせ高くて、高まくのが容易じゃない。もう高まいたらどこまで巻いてしまえばいいのかわからない状態なんで、絶対的にこう一番水線に近いところで何とかしなければいけない差はっていう印象ですかね。赤石の、まあ、僕が何でそんなに好きかっていうと、もう本当に最初から最後まで普通の谷だと、有名な谷でも大体1時間とか1時間半歩いたら有名なその景勝地が出てきて、また1時間とか1時間半歩いたら有名なそういう別の景勝地が出てきてっていうポイントが多いんですけど、赤石は本当にずっと飽きさせず終始続くっていう点、ね。